新町通り商店街高市屋の夢博物館館内、画像1高市屋の夢博物館館内、画像2昭和ロマンクライリーグ地第初ミゼットと、松田キャロルボンネットバス昭和の町は、大分県文語高田市にある昭和三十年代の町並みを再現した地区である。文語高田市中心部の商店街は、昭和四十年代までは、国崎半島で最も栄えた商店街であったが、その後、 大型店の郊外への出店や過疎化のために衰退し、近年では犬と猫しか通らないと言われるほど錆びれた状態となっていた。昭和の町はこの商店街に賑にわいを取り戻すために2001年に始められた町おこしで衰退のために建て替えが進まず、昭和30年代以前の古い建物が約7割も残っていることを逆手にとって中心商店街に 昭和30年代の街並みを再現したものである。2001年に9点の商店が昭和30年代をイメージした外観に戻したことから始まり、2006年には38点に広がりを見せ、27万人の観光客が訪れるまでになった。地方都市再生の成功例として全国から注目されており、2006年には 第2回 JTB 交流文化賞優秀賞を受賞している。2007年5月28日には昭和の町の活性化を中心とした文語高田市中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣の認定を受けた。2009年7月には昭和の町に待望の昔懐かしいボンネットバスが導入された。土日祝日は無料運行されており、 広域観光、広告宣伝に活躍している。使用されている車体は、イスズ BX141 型バスで、昭和32年式のものが使用されている。昭和44年に廃車となり、平成18年まで、秋田県で放置された車両を、広島県福山自動車時計博物館が譲り受けた、後、修復作業が行われ、現在は、 昭和の街のシンボルとなっている。また、最近では昭和の街を構成する商店街である田摩地区において、高齢者が楽しく過ごせる街づくりをコンセプトとした昭和の街田摩プラチナ通りの取り組みを進めている。昭和の街は昭和の時代を再現した店舗が並ぶ商店街と展示施設である昭和ロマン像とを中心としている。 文後高田市中心部の八つの商店街に、下記の四つの昭和の再生を目標として、昭和の時代を再現した38の店舗が並んでいる。文後高田を中心とする資産家の野村財閥が、昭和10年頃に米蔵として建てた旧高田農業倉庫を改装した展示施設。文後高田市が取得する以前は農協が所有。ありがとうございます。